あいつらから闇政府からね、日銀とか CIA から、ね、潰された、あとライオンとかああいう潜在強化からね潰されちゃったね、うん、結局香り付きの洗剤というのは界面活性剤が入っているし、マイクロプラスチックマイクロカプセルが入ってるんだよね。だから体に悪いんだよ、はっきりと。匂いがすんごいいいわとか、あいい匂いとか言うでしょ。いい匂いってあれは界面活性剤が入っていて、皮を汚すんだよね。でプラス、体にこの人体に洗剤からね、こうマイクロカプセルが口から入るんだよね。ほんで咳が出たりするんだよ。化学過敏症にもなるんだよ。化学過敏症を作るために匂い付き の洗剤を売ってるんだよ。まあ言えばね、あプーンとするじゃん、お店とかね、匂いがするじゃん、ね、ドラッグストアとか。そしたらあれか、洋服からも出てるけど、洗剤にもねマイクロカプセルが入ってるから、プーンと入ってて、鼻と呼吸器に入って体を、ね、病気にさせるんだよね。うん、だからまあ洗剤はね、本当はシャボン玉石鹸とかあっちの方がいいんだけど、ちょっとお高いんだよね。だから株式上場してないのもそういう理由なんだよ。したら乗っ取られちゃうから、 P&G とかに乗っ取られたくないって言ってたもんね。私は歯磨き粉はフッ素が入ってないの使ってる、シャボン玉石鹸使ってるよ、はっきり言うと。洗剤はまあポイントが多い時に買ったのが匂いがしないやつ買ったね。界面活性剤入ってない虫、フリーなやつね、うん、界面活性剤が入ってるやつはアトピーにもなるし、でなおかつさっきも言ったマイクロカプセル入ったものが香り付きの匂いをつけてるわけで、匂いがこう入っていく、呼吸器系にね。で化学過敏症っていうの発症したら体が痛いとか咳が止まんないとかなるわけだから、ね、あとはなんだよ、農薬自体がサリンを薄めたものなんだよね。でサリンを薄めたものを農薬として撒いてるわけで、撒かないとまた意地悪さ、 JA からいじめられん、 JA ってとんでもない組織で、あれもね、やっぱフリーメイソンなんだけど、昔ね無農薬のねリンゴを作ろうとした方がいてね、で農家の人がいじめられてたんよね。なの JA から抜けたら JA の入ってる人からいじめられるんだよね、リンゴ農家の人なんだけど、うん、あそうありがとうね言われて、そうそう、私の話は面白くないと思うけど、ただ若い人によってはちょっとねって思うかもしれんけど、これまあ本当はね働いてる人が気づいてくれたら本当はいいんだけど、畑にねこう田んぼか農薬まくでしょ、でこの農薬まくって農薬にサリン薄めてあるだけで、サリンを薄めたのが農薬でしょ、でそれを学校に通う時間帯にまくわけ、わざとね。これそしたらこの呼吸器系に入った子が今度は化学過敏症というのを発症して、例えば車から出る排気ガスでも反応するし、例えば香り付きの洗剤が通っただけでも頭が痛いとか呼吸が苦しくなったりするのが化学過敏症っていうんだけど、まあ自分でねネットで化学過敏症って調べてくれたらね、いろいろ載っていますわ、うん、誰でも発症すること、アルコールがねちょっと弱い人は化学過敏症って発症しやすいんだって、はっきり言うと。でね仕事を辞めたり学校を辞めたりするんだって、頭が痛くて割れそうになってね、頭痛薬が効かないんだよね、化学過敏になるとね、うん、だから私は香料がついたりとかあんま好きじゃないんだよね、こう洗剤から出てるの知ってるし、うん、だから店入ってもあんま最近こう店入ってもいい気持ちしないんだよね、匂いがきついんで。で外に巻くこのなんだ草がボーボー生えて除草剤巻くでしょ、外国で売ってないバスターとかあるじゃない、外国ではね販売禁止になってるの、あれ発がん物質が入ってるのね。でそのバスターってやつ巻かなくても、草が生えてきたらなんか巣を薄めたやつをちょっと巻けば枯れるっていうのはね、動画であるけど、まあ実際やってみなきゃ分かんないね、本当に枯れてくれるのか分かんないけど、巣を薄めたものを巻くと、そしたらなんかその枯れてほしい部分が枯れてほしい部分の草が枯れるというのが巣で枯れるってね、巣オスよ、オスを薄めたやつをちょっとそこに草生えてほしくないなと思うとこに巻くんよ。そしたら